車軸もは、車軸も目に分類される藻類の一種。車軸も類の中では、水田やため池などで最も普通に見られる種であるが、環境省レッドリストでは絶滅危惧通類に指定されている。また本種において、ゲノム塩基配列が報告されている。も体の長さは10から40センチメートル、主軸径は0.3から1ミリメートル。主軸にも小枝にも悲壮がなく、 社軸も族の他の種と比較して、も体に透明感がある。主軸節部の卓洋感は一輪、小枝と互生する。卓洋細胞は乳頭状突起のものから長さ1ミリメートルほどのものまである。節からは8から11本の小枝が輪生する。各小枝は3から4節からなり、節にはツトがつく。小枝末端には複数の宝細胞が束生して誕生。 死有同種。生殖器官は、小枝の下部の節につき、小枝基部にはつかない。造成期は、生卵期の下部につき、直径250から320メートル。生卵期は800から 1100X400 から500メートル。螺旋は10本程度見られる。卵胞子は黒く、500から 750X300 から450メートル。 羅千円は7から12本。石管部の長さ、卓葉細胞やつと卵胞子の大きさなどの特徴において、個体変異が大きい。そのため、多数の種内分類群が提唱されている。ただし、日本国内の資料の調査からは、このような形態的際と系統的際の対応関係は見つかっていない。一方で、 生態的なイと系統的イの対応関係が報告されている。主軸や小枝に悲壮を各点で大舎軸もやオーストラリア舎軸もに類似している。ただしこれらの種は、卓洋感が未発達であること、小枝末端に地細胞のみがついて、感情ではないこと、生卵器が小枝の気分にもつくことで、舎軸もとは区別できる。アジア、お市ストラリア、南北アメリカ、 アフリカと世界中に広く分布する。ただし、世界各地の車軸もの間では、生殖的隔離があることが示唆されている。日本でも北海道、本州、四国、九州、沖縄から報告されている。車軸も類としては、水田や止め池で最も普通に見られる種であり、また湖からも見つかる。分子系統学的研究からは、 日本産の車軸もは水田など浅い場所に生育するものと湖など深い場所に生育するものに遺伝的に分けられることが示されている。環境省レッドリストでは絶滅危惧種類に指定されている。石管細胞が巨大で悲壮で覆われていないため、細胞内の様子が観察しやすく、学校の理科教育において、原形質流動の観察に本種が用いられることがある。また、 ゲノム塩基配列が決定されており、特に陸上植物への進化という観点からの研究が行われている。アクアリウムにおいて栽培されることもある。栽培は比較的容易とされるが、水質の急変には弱い。ありがとうございます。